はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。で今日はこちらですね、うん、エッグドオンです。はい、こちらですね、アメリカのトイザラスで購入してきたものですね。はい、卵のおもちゃがあって、それをこう頭にバシッてやって中から出てきた方が負け。うん、はい、じゃ早速開けていきましょう。はい、よいしょ、よいしょ。はい、なんかこんな風になってましたね。はい、上の殻と下の殻で分かれてるんだね。うん、結構プニュプニュですね。確かに軟質みたいなやつ。うん、でこうくっつけることで完成だ。うん、中に水を入れるんだね。うん、それと、何個卵を割るかっていうルーレットもついてました。はい、あ、こんな感じだね。卵のね、スーパーに売ってるパックみたいな感じになってね。イエーイ、こんな感じだ。うん、面白いね。はい、それでこの卵のね、うん、半分ぐらいまで水を入れるんだって。おう、うん、結構入るかな。じゃあこれ10個あるんで、どれぐらい入れようか。5個にしようか。うん、半分の5個ね。で水を入れますよ。うん、半分ぐらいって、あ、こんなもんだ。うん、あ、意外とないよ。まあ、よくあった。でも連続で来る時重さ、あ、重さわかんない。え、嘘。うん、水入ってる方、こっち、こっち、ほぼないでしょ。これ入ってる、入れました。はい、で、エイシン君が作ってくれたルーレット、こんな感じです。これがエッグでしょ。うん、これは自分の頭に1つ卵を当てる。ああ、で、これは2エッグね。うん、自分の頭に2つ卵を当てる。エッグアナザーって書いてあるね。うん、これは違う人に当てるんだ。うん、パパがこれ引いたら、エイシン君の頭に当てるわけ。で、もう1つがパスだね。うん、はい、はい、で、今回はこの10個全部引こう。うん、水がこう1個出たのを1とカウントします。多い方が負け。あ、3個当てちゃったら3ポイントで負け。あ、でしかも3秒間顔に落書きしていいってやつでしょうか。出たこのパターン。はい、でこの卵自体ちょっと、ね、シャッフルしないといけないんで、これちょっとうちの奥さんにお願いしましょう。うん、はい、じゃあうちの奥さんにシャッフルしてもらいました。そして下にはタオル敷きました。はい、多分濡れると思うからね。はい、じゃあじゃんけんでいきましょう。最初はグッ、じゃんけんぽい。ああ、負けた。大臣君から、あ、じゃあね、パパからか。うん、パパから。じゃあ、ルーレット回します。せーの、ほい。2個、2個、2個、2個。何じゃ、やったー。分かった、じゃあやります。せーの、ほい。お、大丈夫。おお。よし、じゃあ次行くよ。せーの、ほい。あー、濡れた。じゃあ、パパはワンエッグだね、これね。はい、はい、じゃあ次、エイシン君。はい、2個、2個、2個。トラキン、コイ、トラ。きたー、パパにやるやつね。はい、いきます。はい、うぃー、あーまたやられた。じゃあパパ、ツレッグだ。じゃあパパ、もう一回いきます。せーの、ほい。はい、2個、2個、2個。1、1、自分で1だね。うん、せーの、ほい。なし、なし、よし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 。マジで？はい、パス。よし、エクアナザー。またかよ。エイちゃん全然自分の頭にやってないじゃん。せーの、はい、なし、なし、よかった。いくよ、せーの、はい。よしよしよし、エクアナザー。よし、ちょっとこっちの前に顔出して前。せーの、ほい。うわー、やられた。ワンエッグだね、じゃあね。はい、じゃあ次はパパかな。うん、せーの、ほい。ツーエッグ。ツーエッグきた。いきます。せーの、はい、ほい。おー、大丈夫。ノー、もう一個。せーの、ほい。じゃあ、レシン君やってください。はい、エッグ、あ、うん、普通のエッグ、はい、どっちか。これだ。あと1個だからね、入ってるの、水が。せーの、えい。あー、入ってたということで、9つ開けて、これ最後の何も入ってないね。うん、だから、はい、パパの負けだね。3つ開けちゃった。うん、ということで、エイシン君はパパに3秒間落書きしていい手札になりました。この前、トレジャーボックスガチャ
で、同じようなことやったね、うん、エイシン君に1秒間顔に落書きしたけど、うん、同じクレヨン持ってきましたんで、これでエイシン君は3秒間パパの顔に落書きして OK です。はい、ただ、ね、パパがスタートって言ってストップって言うまでだからね、うん、じゃあ何の色でやるかだけ決めといた方がいいよ。ブラック。黒にすんの？うん、分かった。きつくやらないでね、今日もこれからお出かけするからね。じゃあいきますよ、せーの、スタート。そんなに描くの？はい、ストップ。え、もうおしまいだよ。よかったの？うん。何描いた？何これ？え、カブトムシの前、胸と頭。これが胸で、これが頭の角？うん。まあよかった、この程度で、うん、両方やる。こうやってさ、眉毛とかつながれたりひげ描かれたらどうしようかなと。僕はすごいまあひげ生えてるからさ、うん、落とすの大変になっちゃうからよかった。はい、ということで今回はエッグドオンでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。